そういえばリンウェルのやつ、いつの間にかティオハリムにも普通に接するようになったよな。ああ、海岸で一緒に俺を探しに来てくれた時は正直驚いた。あれは仕方なくだよ。最初あの村の人たちの警戒っぷりったらすごかったから。アウメドラのことはまだいろいろあるけど、でもダナだからレナだからってだけで決めつけたくない。そう思えるようになりたいって思うようになったから。そうか、体を張った甲斐があったな。どう？まあな。よかったですね、ティオハリム。まあ痛くない腹を探られるよりはいい。あ、でもティオハリムって回りくどい言い方するから、そこは嫌かも。それは種族とは関係ない性格の問題だぞ。あ、そっか。じゃあしょうがないね。すまないが、チーを。あの光ったやつやっちまう。やばそうだぜ。マジンカッ、闘争なんて俺には関係ねえ。敵に回したくないな。ようやく終わりが見えてきたな。私たちなら負けないさ。ストレート
というものは本当にあるようだな。間近で滝を見たのなんて初めてだ。全身で浴びたら爽快。サクッと蹴散らしてやな。攻撃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 気を抜くなよ。見事な勝利だった。姫様へ
心配をかけてすまない。あんた、まとめて片付ける。成功、拡大壁。攻める。まだ半分も過ぎてないと思うぞ。頑張れ。そろそろ牧場の動物たちが育ったかも。気をつけろ、何かいる。こいつはすんなり通してくれそうにないな。足場に気をつけろ、落ちたら一巻の終わりだ。通りたいだけなんだから邪魔しないで。
無駄だ。こいつ俺たちの餌としか思っちゃいない。だったら逆に平らげてやる。ここで足止めされてたまるか。仕掛ける。やっと勝ってるとこが弱点だよ。大襲撃下げろ。コメ暗算照らす聖なるきらめき。そこまでだ。突進は私が止める。お願いしたら逃げてやろうか。逃げて切れて逃げ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 て凄ましい火力だな。正面は危険です。カセトマイ来ないで。カセトマイ邪魔しい連絡だな。エースオケダイレクトリーコメやめて。長くない抜体だ。報酬違ってじマジンセン行けるぞ。動きを止める。息の根止める。動きが違うな。気をつけろ。相手は本気だよ。攻める。叩き攻める。俺の真骨だ。攻める。勝利を勝負だ。優秀な攻撃を受けられないよ。負けないよ。要素をラブラッキー。ラブラッキー。ラブラッキー。仲間を勝利を勝負。動きを封じてやろう。あがくがいい。行こう。昇竜さんか。マジンセン。赤穂剣風が。マジンセン。暗闇。さあ、叩き潰す。ローザ先生。爆弾で切って。天然撤去。昇竜さん。爆発する。マジンセン。燃えろ。真剣風が。怒りの拳を受けてみな。万物粉々剣。準備完了。なかなかの強敵だが、もう少しで倒せそうだぜ。最後まで気を抜かずに行くぞ。止められたか。削られすぎだ。あんなのがいて、よくティスビムの連中は通り抜けられたもんだな。たどり着けなかった人もたくさんいたのかもしれない。じゃあ少しは通りやすくなったかな。いや、こんな道を一人でも使わなきゃならない人がいる限り、本当の解決とは言えない。本当の解決はボルラーンを倒し、スルドブリガを終わらせた時か。そうだよな。よっ。余計な時間を食った。結構登った感じがするのに、ちっとも果てが見えないね。あまり上や下を見ない方がいい。こういうものは黙々と登らないと心が先に疲れるぞ。上も下も見てる余裕なんてねえよ。ここで落ちればズーグルを喜ばせるだけだな。ズーグルが喜ぶ？なんでだ？餌が空から降ってくるのだ。恵み以外の何でもあるまい。
エッサ。ロウ、こういう時にあの人の話は聞かない方がいい。聞く前に言ってくれよ。落ちたら一巻の終わりなのは間違いないな。みんなフルルみたいに飛べたらいいのに。きっとディスビムにたどり着けなかった人だって。フルル、俺たちは落ちるわけにはいかない。シオンが待ってるんだ。先に進もう。だけの落差、長いのは当然な。そういうことさね。ねえ、これ本当に上に近づいてるのかな。疑ったら負けだぞ、リンダル。やっとてっぺんついた。体が石みたいに重い。なんだみんな、鍛錬が足りないっすもん。あ、へばってる場合じゃない。気合い入ってんな。全力で行くぞ。ロンド先生、相手も術を使うか。どっちはまた立ち向かせて。神人への裁きだ。
けるぞ。恐竜超重装ライザー。見たか、鍛えた甲斐があった。装甲なんて俺には関係ねえ。ネクロの回した妨害を頼む。あがくがいい。片付いてきた。残りは俺に任せろ。急に元気出てきたね。少しはルールも考えたらどうだ。やられる。手抜きはするんじゃないぞ。特訓の成果が出たぜ。感じるぞ、古代の波動を。私は感じない。張り合うなって。どうやら登り切れたな。やっとか。膝が笑いだす寸前だぜ。見て、あそこ。あれがペレギオン、ボルラーンの都か。あそこにシオンがいるんだな。おそらくは。おそらく、可能性の話だ。要するにペレギオンに向かうってことでいいんだよね。何か知っておいた方がいい情報はあるか。ない。ない。ガナス・ハロスとは皆輪の城塞を指す。今さらそんな知識に用はあるまい。それはそうだが、何かあるだろう。ボルラン就任以来、この国の頼りのなさは有名でね。いずれにせよ、あのボルラーンの牙城だ。どれだけ用心しても十分ということはあるまい。となると遠さの問題はどうやって入り込むかですね。抜け穴なんてないよね。引き返す道はないんだ。裏口がないなら正面から行くしかない。ボルラーンは俺に追ってこいと言った。ならそれに応えてやるまでだ。水の国とはいえ、また随分雰囲気が変わったものだな。こんな状況でなけりゃ頭まで水に浸かりたいとこだぜ。悪いが、今は突っ切るだけだ。シオンが待っている。ああ、わかってるって。水浴びはいつでもできるもんな。シオン無事だといいけど。口に出すと余計不安が増すぞ、リンデル。ごめん。でもやっぱり気になるよ。どうしてボルランはシオンをさらったのかな。アウメドラの船での奴の物言いからは、本来の目的はアルフェンにあると見えたが、前に一度シオンはあの男に傷を負わせた。あるいはそれで興味を覚えたのかもしれん。うん、あいつ傷を受けた時も茨に触れた時もどこか楽しそうだった。普通じゃないよ。変なことされてなきゃいいけどな。変なことって、変なこと言わないでよ。いや、だって心配になるだろ。だからってそんな。二人ともその辺にしておけ。
アルフェンは黙って耐えているんだ。あ、悪い。見覚えがある。前にカラグリアの崖から見た。海の向こうにボルラーンの城か。うん、あれボルラーンの城だったんだね。位置的にはありえるな。それにあの大きさだ。あの時はシオンもジルファも一緒だったけど、シオンはまだ取り戻せるだろ。ああ、必ずボルラーンから奪い返す。うん、我ながら上出来だ。リメル、ちょっと話そう。まだ寝ないんだ。あまり早寝する習慣がないんだ。奴隷時代は眠るのが嫌だった。寝るってことはまた次の一日が始まるってことだったからな。ごめん。そういうリンウェルはどんな暮らしをしてたんだ。魔法使いの一族だったんだろう。やっぱり何をするのも魔法だったのか。違うよ、全然そんなんじゃない。むしろ使っちゃいけなかったくらい。いつ誰に気づかれるかもわからなかったから。そうか、おとぎ話みたいにはいかないんだな。その代わり毎日勉強はすっごくさせられた。変な話だよね、そのせいで迫害されてきたのに。一族みんなずっとそうしてきたんだって。どのくらい昔からそうしてたのかわからないけど。俺が覚えている限りでは、魔法使いのことはすでに300年前、それこそおとぎ話扱いだった。レナ人が来る前から迫害されてたんだろう。うん、でも考えたらどうしてなのかな。レナ人は精霊術でダナを支配したのに、魔法使いはなんでダナを支配しなかったんだろう。やろうとしたけど数が少なくてできなかったか、それともそんな気になれなかったのか。リンウェルはそうなってたらって思うか。思いたくない。どうして魔法だけが迫害されたんだろうな。剣だって人を支配する道具なのに。多分剣と違って
勉強だけじゃどうしようもないからだと思う。血筋じゃないとダメってことか。手が届かないものは理解できない、理解できないから怖い、だから迫害する。だとしたら悪いのは魔法じゃない。うん。今日もお疲れ様。